鉄人松井方です。今日はどこに来てるかと言いますと、扇というところに来てます。扇です。どちらですか、扇。神戸では話題、わかりますけども、青木と書いて扇と読みます。そういったところに来ております。この扇バッティングセンターにやってきました。軟式あ、こうし気持ちいい。おー、いい感じ。公式のやつ。あ、お前、最初に取り押しとるわ。ええわ。で、お風呂も。
くで、打って投げて、しかやってませんけども、野球って本当に楽しいなっていうふうに思います。またいろんなスポーツにもチャレンジをしながらですね、これからも歩みも続けていきたいなというふうに思っております。野球でこうしっかりかっ飛ばすってこの腹筋の入れ方っていうのはすごく走るフォームにもすごく通ずる動きっていうのもすごくあるので、なので室伏広治さんが吉田正尚選手を指導したりだとか本当に通ずるところがあるので、こういったこともね、多種目いろんなスポーツを取り入れてトレーニングをしていけたらいいなと思っております。じゃあこれからも頑張っていこう。バイバイ。次なるチャレンジへレッツゴー。